みんな、こんにちは。今日は安田先生と一緒に挨拶のお勉強をしていきましょう。朝のご挨拶は、おはようございます。おはようございます。お昼の時のご挨拶は、こんにちは。 こんにちは夜や夕方の時のご挨拶はこんばんはこんばんばはお友達とお別れする時のご挨拶はさようならさようなら 夜眠るときにするご挨拶はおやすみなさいおやすみなさい今日は5つの挨拶のお勉強をしてきました朝のときにするご挨拶はおはようございますおはようございます お昼の時にするごあいさつはこんにちはこんにちは夜や夕方の時にするごあいさつはこんばんはこんばんはお友達とお別れする時にするごあいさつはさようならさようなら夜 眠るときにするご挨拶は、おやすみなさい。おやすみなさい。みんなもこの5つの挨拶をたくさん使ってみましょう。ではまた次の授業の時までさようなら。